皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート354をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、隣人。意味不明な話なのですが聞いてくだされば幸いです。私はしがないサラリーマンで、家賃4万円の安アパートにて、一人暮らしをしております。数ヶ月前私の部屋の右隣に、60歳ぐらいの男性が引っ越してこられました。当日は日曜日でしたので私も部屋にいたのですが、朝の9時頃に挨拶に来られて、隣に越してきました。バツバツです。少しの間荷物整理の音でうるさくなると思いますのでご迷惑をおかけいたします。と、大変丁寧に頭を下げられました。私は、構いませんよと返事をし、礼儀正しそうなご老人だなと安心しました。その後1時間ほど、どかどかと荷物を運び入れる音が続き、随分大荷物なんだなと思いつつ、私は外出しようと外に出ました。外には引っ越し屋らしいトラックが2台並んで止まっており、作業員らしい男性が3名ほど荷物を運んでおりました。そこで私は初めて違和感を感じました。うちのアパートは一人暮らし用の安アパートです。1K ほどしかありません。一体この荷物を狭い部屋のどこに入れるというのか、さらに言えば、作業を開始してから1時間以上経っています。一軒家の引っ越しじゃあるまいし、時間がかかりすぎではないでしょうか。失礼かと思いましたが、しばし作業を観察してしまいました。すると作業員の方が手を止め、ニコニコと棒立ちで私の方を見ています。帽子を目深にかぶり表情は見えないのですが、微動だにしません。私は居心地の悪さと、ほんの少しの気味の悪さを覚え、足早にその場を去りました。今から思えば、トラックには引っ越し会社のロゴや社名などは書かれていませんでした。それに作業員の方たちも、一切喋らず、ただ運搬のみを繰り返していました。あの老人の知り合いの方かもしれませんが、それにしては非常に殺伐とした雰囲気でした。夕方頃私が戻ると、さすがに作業は終わっており、トラックもなくなり、私の隣の部屋には表札こそまだ何も書かれていませんが、部屋にはぼんやりと明かりが灯っておりました。その人なりは非常に静かで、物音一つしなかったように思います。その後数日は何もなく過ごしました。そして明くる日、私が朝起きて歯を磨いていますと、隣から複数の人の話し声が聞こえました。寝起きの頭でぼんやりと聞いていると、ワイワイガヤガヤと、男性女性の入り混じった話し声がします。あのご老人の親戚の方だろうか、こんな早朝から何をしているんだろうと疑問に思いましたが、それほど時間に余裕がなかったため、急いで出勤しました。通勤路に出る途中でふとアパートを振り返ると、自分の部屋とあの老人の部屋が見えます。言い忘れましたが私の部屋は1階です。カーテンをしておらず、中がはっきりと見えてしまいました。奇妙なことに、老人は一人でした。部屋の真ん中に陣取るように座り、じっと一点を見つめていました。おや、ではあの話し声は、と思いましたが、テレビだろうかと、自分を納得させました。ここからは見えませんが、老人の視線の先にテレビがあるのだろう。
きっとそうだ。しかしその日以降も、不可解なことがたびたびありました。ある日は老人の部屋の前に、大量の塩らしきものが撒かれていたり、ある日は隣の郵便受けから溢れるほど、大量のお札らしきものが入れられていたり、私に実害がなかったので、特になんということもないのですが、不気味は不気味です。しかし老人が引っ越してきてから数ヶ月が過ぎた頃、私の部屋のドアがノックされました。そこには20代ぐらいの男性が立っており、朝早くに失礼します。今日から隣の部屋に入ります。と挨拶をされました。私は面食らってしまい、いや、隣には、と、あの老人の説明をしました。男性は不思議そうな顔をして、そんなはずは、私が数日前大家さんと部屋を見たときは、普通の空き部屋でしたが、と、困惑されました。ならばと、男性の鍵で隣の部屋のドアを開けると、そこには空っぽの部屋があるだけでした。私は男性にお粗末な言い訳をし、とりあえずその場を濁しました。その後で大家に電話を入れ、大家に老人のことを聞きました。大家はいぶかしがりながら、そんな老人は知らない。数日前部屋を見たときは、ただの空き部屋で、使用された形跡もなかった。と、言われました。それ以上は何も言えず、私の勘違いとして電話を切りました。今隣にはあの若者が住んでおります。あの後、たまたま顔を合わせた上の階の住人に、あの老人の話をしても、やはり、わからない、知らない、と言われました。本当にわけのわからないことばかりです。あの老人は私の幻覚か何かなのでしょうか。第2話、狐。1月の末頃かな、道路も畑も真っ白な時、うちはかなり田舎です。わら。親父と軽トラに乗って配達の帰り道、視界の隅に動物が走る姿が映った。その動物はものすごいスピードで、左の畑から右の林へと向かっていく。はじめは大きい犬と思ったのだが、近くまで来た時、それが犬ではないことがわかった。ものすごい綺麗な金の毛並みと大きな尻尾と体を持つ狐だった。親父も私も驚いたままその狐から目が離せず、気がついたらその狐は目前にいた。危うく引きそうになり、急ブレーキをかけ車を止めたのだが、狐はそのまま林の中へと消えていった。尻尾から頭の先まで、軽トラックの横幅よりもかなりオーバーしてて大きかったのを覚えている。車を止め、狐が入っていった林を見た。その林の奥、実は神社なのだ。それからもう10年くらいが経つが、あんなに大きな狐は見たことがない。そしてあんなに綺麗に走る動物も。親父と私は、今でもあの狐が稲荷様と信じている。つか、周囲に変なことが多すぎるので信じてしまうのだが、わら。それから何度か狐は見たけど、小さすぎ。もっかい見たい。第3話、雨の足跡。ある雨の日、大学が休みだった俺は、実家の2階の自分の部屋で寝ていた。家には俺だけで、外は曇りのため薄暗かった。不意に、バシャバシャバシャ、という、雨の中、
誰かが走り回るような音が聞こえた。バシャ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 、それは家の周りをぐるぐると回っているようだった。近所の子供が騒いでいるのか、と寝ぼけた頭で考えていたが、そのまま寝てしまったようだ。目が覚めた時には雨は止んでいた。腹が減ったので、コンビニで何か買おうかと思い外に出た時、玄関の前を横切るように足跡があった。なんとなくその足跡を目で追うと、家の裏に続いていた。後をたどってみると、どうやら家の周りを回っているらしい。それも一周ではなく、何周もしているようだった。妙に思っていると気づいた。何十周と続く足跡に対し、外から入ってきた足跡がない。出て行った足跡も、家の前は、雨で土が泥状態になっている。外から入ってきたなら絶対に足跡がつくはずだ。そしてそれは出て行く時も同様のはず。この足跡の主は、どこから来てどこへ行ったのか、それ以上考えるのが怖くてすぐにコンビニへ行った。第4話、駆除。全然怖くない話ですが、大学の先輩は三重の田舎の方の出身で、昔は家によくネズミが出たそうで、今はどこにも売ってないと思うけど、金網でできたネズミ捕りの機械があって、その中に仕掛けた天かすを食べに来るネズミが捕れたそうです。当時小学生だった先輩がネズミの屠殺っていうか、始末をする役だったそうで、その機械のてっぺんの輪っかに紐を結んで、近所の農業用水路の端の上から水に浸して溺死させるのだそうです。浸してはあげ、まだ死んでいない時はもう少し長く浸して、生命力のある個体はなかなか死なないそうで、15分から1時間くらい罠を上げ下げすると、いつしか鳴き声も耐えて動かなくなったネズミを、庭の片隅に穴を掘って埋めるのだそうです。子供心に生き物の命を絶つのは気が引けてね。と、先輩は言います。こうやって上げたり下げたり。そう言って先輩は、紅茶のティーパックをカップの中に沈めたり持ち上げたりしています。恍惚とした笑顔で。第5話、パソコン。高校時代のある金曜日、明日が休みということもあり、その日は遅くまでネットサーフィンをやっていた。だが途中で力尽きてしまったようで、気がつけば朝だった。ああ、寝てしまったのか。と、寝ぼけながら、つけっぱなしだったパソコンの画面を見た。そこには昨夜自分が検索したであろう内容がそのまま残っていた。検索画面には、喪服、葬式、など、なぜこんなものを調べていたのか、自分でも意味がわからない。おそらく半分寝ぼけていたためだろうと無理やり納得し、画面を閉じた。その日の夕方、親友の A が自殺したと知らせが来た。奴は俺に話さなかったが、親と進路のことで揉めての首吊りだったそうだ。あまりオカルトと人の死を結びつけたくないが、あの日検索画面に残っていた。喪服、葬式、などのワードと、A の死は、全くの無関係ではないと思っている。A は、俺に気づいて欲しかったんだろうか。それとも俺の無意識が何かを感じ取ったのか。それはわからない。第6話、白いワンピースの女性。
私が通っていた中学の話です。私が中学校2年生の時、その日、日直だった私はいつもより30分ほど早く登校しました。日直は花壇の水やりや教室の掃除など、面倒なことがたくさんありました。7時を少し過ぎたあたりでしょうか。私の教室からは校庭が見えます。私はぼんやりと外を眺めながら窓を拭いていました。すると校庭の隅に、白いワンピースを着た女性が立っているのが見えました。その女性は全く動くことなく、校門の方を見ています。校門の方には数人の生徒がいて、楽しそうにおしゃべりしています。あの女性は誰なんだろう、先生に言った方がいいのかな、と一瞬目を離し、再び女性の方を見ると、もういませんでした。あれ?と思い、校庭を見回しましたが、どこにもいません。その時は、どこかに行ったんだろうぐらいにしか考えていませんでした。それからでした。私はたびたび校内で、あの女性を見かけるようになりました。体育の時間にふと見上げた教室の中にいたり、移動教室の時に、廊下を歩く姿を見かけたりしました。そんなことがあれば嫌でも気づいてしまいます。彼女は人間ではないと。はじめは怖かったのですが、そんなに頻繁に見かけるわけではないし、なぜか顔は影になっていて見えないのですが、こちらに危害を加えてくるわけではありませんでしたので、私は次第に慣れていきました。しかしその考えは間違っていたようです。ある日私は廊下の先に彼女を見つけました。あ、またいたなぁ、と、少し注意して見ていると、彼女は、一人の女子生徒を凝視し始めました。それは今までになかったことです。しかし彼女の姿は私以外に見えていないので、騒ぎ立てるわけにもいきません。そして、その時女性は笑っていました。初めて表情が見えたのですが、真っ白い顔に、はっきりと笑顔が浮かんでいました。変な話ですが、私はその時、ああこの人は死んでいるんだ。やはり人間ではないんだ、と感じました。そんなことはとっくにわかっていたはずなのに。彼女は笑いながら女子生徒の背後に回ると、そのままついていってしまいました。今考えると、あれが疲れるということなのでしょうか。後でその生徒を探すと、彼女は1年生でした。そしてやはり背後にはあの女性が見えます。臆病な私は、彼女に何も伝えることができないまま逃げてしまいました。そしてそのことをひどく後悔することになりました。彼女は4日後に、自宅で首を吊ったそうです。噂では彼女は友人も多く明るい性格で、自殺する理由などなかったそうです。人の本心などわかりませんが、何が彼女を死に追いやったのでしょう。私にはどうしてもあの女性が関わっているような気がしてなりません。もし私が彼女に一声かけていたなら、何か違ったでしょうか。それ以来あの女性は見えなくなりました。もう学校にはいないのでしょう。第7話、誘拐。私は誘拐、拉致監禁、されたことがあります。10年近い昔、その時のことです。私を拉致ったのは、同じマンションに住む女の人で、私は風呂場に閉じ込められました。縛られたりはしなかったのですが、
逃げたら殺す、と脅され、ドアの外にも何か積まれているようで、逃げることができませんでした。危害を加えられるわけでもなく、閉じ込められただけだったのと、同じマンション内だということで、すぐに助かるのではないかと望みを持ってはいましたが、だからといって眠れるはずもなく、時間の感覚もわからなくなって、風呂場にいることが現実かどうかもよくわからなくなってきた私は、バスタブの中に座ってぼーっとしていました。そんな時に、当時付き合っていた彼氏が突然風呂場に現れました。彼は、大丈夫か、と、バスタブの中の私に声をかけ、私は訳がわからず、なんでここにいるんですか、と聞きました。自分の頭がおかしくなったのかと思ったので、彼は、多分これ夢だと思うんだよ。俺は今夢見てるんだ、と言います。ここは〇〇私の家の風呂場だし、と。当時住んでいたマンションの作りは変わっていて、風呂場とトイレが別々になっているのに、風呂場はユニットバスです。私は、ここは同じマンションの別の部屋で、変な女の人に閉じ込められているんです、と。答えました。何号室か聞かれましたが、大体の回しかわかりません。彼は私がいなくなってから二日目になることを教えてくれた後、絶対に助かるから頑張れ、と言ってくれたのですが、風呂場の扉を開けて普通に出て行ったので、やっぱり幻覚を見たのだと思いました。その後私は救出されました。私が閉じ込められてから3日目でした。病院に警察が来て事情聴取されたのですが、一通りの話をした際後、いきなり彼氏の話を聞かれました。彼が警察の人に、同じマンションの人に閉じ込められている夢を見た、と言ったのだそうです。普通はそんなことを真に受けたりしないそうですが、彼が部屋の番号まで詳しく話すので、聞き込み調査の際にちょっと気にかけていたら、不審なところがあり、発見に至ったのだそうです。私は自分が見た幻覚のことを思い出しましたが、私は部屋の番号を知らなかったし、不思議に思い、後日お見舞いに来た彼に聞いたところ、彼は大学で倒れた時に、階段から落ちたそうです。私のこともあり寝不足と注意不足だったとか、その夢を見たそうです。風呂場で私とした会話もそのままでした。ただ夢の中で風呂場から出た後、玄関のドアから出て、部屋番号を確認したところで目が覚めたと言っていました。彼は階段から落ちた時に死にかけて幽体離脱でもしたのかな、と笑っていましたが、この不思議な体験で、事件自体はトラウマにならずに済んだと思っています。結婚前に彼が亡くなってしまったことの方がよっぽど引きずっているのですが、長文になってすみませんでした。もうすぐ彼の三回忌なので思い出して書いてみました。第8話、試着室。私が、あるデパートの洋服コーナーで働いていた時の体験。その日は平日の昼下がりで、当然お店はガラガラの閑古鳥状態。いつものように同僚と世間話をしていたら、館内放送で同僚が呼ばれてしまいました。そして広いフロアに私だけが残りました。なんとなく手持ち無沙汰で、あたりを見回していると、少し離れた試着室の中から、
片手だけが飛び出していました。そしてパタパタとあちこちに手を振っています。なんだろう、まさか何かトラブルでもあったのだろうかと、すぐさまそこに向かいました。そして、お客様いかがいたしましたか?と声をかけました。しかし中からは何の応答もありません。さらに話しかけましたが、ただ手だけが動いています。仕方ないので、お客様開けますよ。と一声かけて近づきました。その瞬間、手が引っ込んだのです。驚いた私が固まっている間、試着室の中からは何の音もしません。私は、大丈夫ですか?と言いつつカーテンを開けました。そこには誰もいませんでした。空っぽです。さっきまでの手は、異常な事態に、私は真っ青になり小さく悲鳴を上げました。そしてそのまま走ってその場を離れました。しかし私は恐怖から、一度振り返ってしまいました。そして後悔しました。試着室のカーテンからは、10本はあろうかという手首が飛び出し、私に向けて手を振っていたのです。まるでおいでおいでのように。その後、私は食を辞しました。あの出来事が頭から離れず、試着室に近寄ることができなくなったからです。もしまたあれと遭遇してしまったら、そう考えると、未だに震えがきます。第9話、原因。グロい話で申し訳ないんだけど、高校2年の時右の首が痛くなって、寝違えたかな?とか思って様子見てたら、1週間ぐらいでありえないほど腫れてきて、痛みも熱もすごくなってきたので、医大病院に行ったのね。そしたらその日のうちに入院。熱冷ましととりあえずの対症療法で抗生物質を点滴して、それでも全然効かなくて、39度の熱が1週間続いたわけですが、まあすることもないので点滴さしたまま売店で色本買ったり、テレビで相撲見たりして過ごしていたのね。看護婦が毎朝血液を取りに来るんだけど、ベッドの上の方にずり上がって胸でも見えないかなぁとか。全然意識ははっきりしてるの。時々41度まで熱が上がったりしても、42度で死亡。一日16時間くらい寝てたからむしろ調子いいくらいで。で、1週間くらい入院生活をエンジョイしてたら、だんだん熱は下がって腫れも落ち着いてきた。何回も抗生物質を変えたので、何かが効いたらしいけど、医者ははっきりしない。オタフクのようだけどオタフクのウイルスは検出しない。原因不明とカルテには記載されていた。それで教授が執刀して切ることになったんだけど、話すと長いのでオチだけ言いますね。皮膚の下に猫の毛が詰まっていたって話です。約1匹分。第10話、引きずる影。小学生の頃の体験を書く。3年生の頃だったと思う。俺はその日友達と放課後にサッカーをしていて。家路に着いたのが18時頃だった。日はすっかり傾きカラスが飛んでいた。俺の帰り道には墓地があって、カラスはそこのお供え物を食べているみたいだった。なんとなくカラスを見ながら歩いていると、墓地の中をのそのそと歩く影が目に入った。それはゆっくりとしたペースで、ずるずると音を立てながら歩いている。大きさは150センチくらいだろうか、背を丸めていたので、
もっと大きかったかもしれない。10メートルほど離れていたので、向こうはこちらに気がついていない。ズルズルという音の原因は、影が引きずっているものからしていた。何か大きな袋のようなものを引きずっている。よく見てみようと少しだけ近づいてみた。今考えると、見間違いかもしれない。だけど俺にはそれが人に見えた。ボロボロの服をまとった人間が影に引きずられていた。引きずられていたものは、髪が長く下を向いていて、男か女かもわからない。予想外のものを見てしまい、俺は固まった。その時、黒い影が、ふっとこちらに首を向けたように感じた。目が合う、そう思った俺は、急いで走って墓地から離れた。振り向いた時、影はもういなかった。その途端、あたりから車の音や日常のあらゆる音が聞こえてきた。その時になって気づいた。さっきまで何の音もしていなかったことに。そのまま家に帰ったが、今でもたまに思い出す。第11話、お返し。僕は高校を卒業後、地方の大学に合格できたので一人暮らしを始めることにしました。家がそんなに裕福ではないので、安い賃貸アパートを借りることに。借りた部屋は2階建てで各階に3部屋あり、ちょうど真ん中の部屋でした。2ちゃんで近所の人には挨拶回りしとけっていうレスを見た覚えがあったので、ケーキ片手に左右の部屋へ挨拶をしに行くことに。1つ目の部屋に挨拶を終え、もう1つの部屋のインターホンを鳴らしました。すると待っていたかのようにすぐに出てきました。中から出てきたのは、中年の男の人。隣に引っ越してきた〇〇です、と自己紹介をすると、どうも、バツバツです、と、ニコニコして言ってきました。感じのいい人だなぁと思い、その日はケーキを渡して退散しました。それから1ヶ月経ったぐらいの日、部屋でテレビを見ていると、インターホンが鳴りました。覗き穴を見ると、隣の男の人がニコニコして立っています。僕はドアを開けました。夜分遅くにすみません。これ、お返しです。そう言って男の人はビニール袋を手渡してきました。お礼を言って部屋へ戻ると、中にはたくさんのリンゴが入っていました。やっぱりいい人だなぁと思ってリンゴを食べました。それから1週間後、また隣の男の人が訪ねてきました。これどうぞ。そう言ってまたビニール袋を手渡してきました。いつもありがとうございます。とお礼を言って部屋へ戻ると、中にはたくさんのシュークリームが入っていました。美味しくその日のうちに食べ終えてしまいました。それから2日後、また男の人がビニール袋を持ってきました。中にはたくさんのクッキーが、なんだか怖くなってきました。それからは、毎日のようにビニール袋を持ってくるようになりました。毎日毎日、たくさんの食べ物が入ったビニール袋を持ってきました。僕がいない時はドアノブにかかっていました。さすがにおかしいと思って、ビニール袋を持ってきた男の人に聞いてみました。なんでいつもこんなにいただけるんですか？以前のお返しです。そういうだけでした。こんなにもらうのは悪いと思って、ある日、ありがとうございます。でも、こんなにいただくのは悪いので、もう結構ですよ。
と当たりが悪くないように優しく言いました。するといつもニコニコしてる男の人は急に真顔になり、目を見開いて、もういいの、もういいの、とブツブツ言い始めました。は、はい。もういいの、もういいの。はい。わかったわかった。そう言って男の人は帰っていきました。その日の夜中、隣の壁がどんどん鳴っている音を聞いて、僕は目を覚ましました。うめき声のような声も聞こえます。僕は怖くなって布団をかぶって寝ました。翌日の夜、いつも男の人が訪ねてくる時間。もういいと言ったので来ないだろうと思っていたのですが、その時間になるとインターホンが鳴りました。昨日のこと、夜中の騒音を思い出し、怖くなって出られませんでした。僕が出ないのでインターホンが何度も鳴らされます。しまいにはドアを殴るようになりました。返せー。おらー。返せー。そう言っているのが聞こえます。僕は何が何だかわからなくなって、パニック状態でした。5分ぐらい経った後騒音はやみ、インターホンも鳴りやみました。僕は様子を見に覗き穴を覗きました。返してよ。男は向こうから覗き穴を覗いてそう言いました。第12話、かきむしる。俺が小学生の頃の話を書こうと思う。6年の頃だったように思う。ある日から、俺のクラスの男子の一部で、ある廃屋が噂になっていた。その廃屋は、学校から30分ほど歩いた住宅地の外れにあった。元は立派な一軒家だったのだろうが、今では窓は割れ、屋根はところどころトタンが剥がれボロボロだ。実はこの廃屋で学校の下級生の子が、友人と肝試しをして発狂したというのだ。実際のところ、発狂したかまではわからないが、肝試しに行き引きつけを起こし、倒れた子がいたらしい。そしてそれ以来学校に来なくなったとか。俺たちも半信半疑だったが、近辺の学校ではその廃屋に行ってはいけないという通達まで出されたところもあり、何か妙な信憑性があった。当然俺たちもその話で盛り上がり、友人何人かと夜にその廃屋に忍び込もうと計画を立てた。集まったのは俺を含む3人で、全員クラスで自慢したいがためだった。決行日は土曜の夜10時。無論、みんな親には内緒だった。懐中電灯や護身用のバットなどを持ち、自転車で霊の住宅地へと入った。バットは幽霊というより不審者や不良用。こんな時間に集まったことなどない俺たちは、非現実感に、妙に高ぶっていた。仮に俺以外を、友人 AB としておく。A は目立ちたがり屋だが冷静で頭もいい。B はやや不良気質で、今回のこともクラスで格好がつくからついてきたんだろうと思った。俺は二人と結構仲が良かったが、乗り気ではなかった。たまたま誘われ、断れなかっただけだ。しかしなんだかんだで盛り上がり、廃屋前に着く頃にはテンションも上がりまくっていた。夜の廃屋は確かに不気味ではあった。入り口に鍵は閉まっていたが、裏のガラスが枠ごと外れていて、ちょっとずらすと簡単に侵入できた。このことは他校のやつに聞いた話で、実は俺たち以外にも、すでに何人か入った奴がいるのだ。
だから正直俺は、怪現象など起こらないと高をくくっていた。だが異変はすぐにあった。季節は秋だったにもかかわらず、ものすごい数のハエが室内を飛んでいた。俺は犬か猫でも死んでいるのではないかと思ったが、それは A も B も同じようで、二人とも顔をしかめていた。ここで帰っていればよかった。だが誰も帰ろうなどと言わなかった。言えば馬鹿にされるに決まっている。まず A が一歩家の中に入る。そのまま数歩歩いた時、突然 A が苦しみ出した。急に咳をしだし、しきりに首を押さえている。俺と B が駆け寄るが、A の苦しみようは異常だった。俺と B を無視し、自分の首をかきむしり出した。それも血が滲むほど本気でだ。A は咳込みながらひたすらに首をかいていた。俺と B は、A の腕をつかみ、強引に家の外に出した。A はやっと首から手を離し、無言で自転車に乗ると、そのままどこかへ行ってしまった。残された俺たちはあまりの急な展開に全く動けず立ち尽くしていたが、とりあえず自分たちの家に帰ることにした。今考えると、かなり無責任だが、翌日 A は普通に登校してきた。俺と B が昨日のことについて聞くと、A は何も覚えていなかった。ただどこかに出かけた記憶はあったようで、それを不思議がっていた。そして A の首には確かにかきむしった跡が残されていた。俺と B で昨日のことを説明すると、A は真っ青になり、気味悪がっていた。その後 A に何かあったわけではないが、あれは何だったのか今でも気になっている。その廃屋はその後あっさり取り壊された。変なものが出てきたという話は聞いていない。第13話、最後の声。もう8年以上前の話だが、大学進学も決まった高校卒業間近のある日、家の壁に軽く右肩をぶつけただけで激痛が走った。大学病院で精密検査をした結果、骨肉腫だという診断が下された。骨肉腫の治療としては、主に手術と、手術前後の抗がん剤治療が行われ、順調に治療が進んだ場合でも、だいたい1年近くの入院が必要となる。手術が終わり、再び地獄のような抗がん剤治療が始まろうとする頃、俺より1歳年下の男子高校生が、同じく骨肉腫で入院してきた。年が近く、同じ難病を抱え、個室も隣同士ということもあり、俺たちは自然と仲良くなり、体調のいい時は部屋で一緒にゲームをしたりもした。個室で、かつ入院期間が長い場合、特別に据え置きゲーム機の持ち込みが許可されていた。幸い俺の骨肉腫は悪性度が低く、比較的早期発見だったため、術後の転移もなく、順調に抗がん剤治療が進んでいた。一方、隣の男子高校生は、日に日に体調が悪化しているようだった。さらに悪いことに、彼は抗がん剤の副作用がとても激しく、抗がん剤投与後数日は、一日中ゲーゲー吐く音が、隣の部屋から聞こえてきていた。数ヶ月後、あと1ヶ月程度で退院できるという段階になったある夜、いつものように、隣の部屋からゲーゲー声が聞こえてきていた。もう何週間も隣の彼とは会話できていない。すると突然、いつもの吐く音とは違う何か、グゲー、
というような声が聞こえ、それ以降、隣の部屋からの声は聞こえなくなった。嫌な予感がしつつも、その夜はそのまま眠りについた。ふと、部屋の外の騒がしさで目を覚ました。時計を見ると、夜中の1時45分だった。バタバタ廊下を走り回る音と、隣の部屋のドアを何度も開け閉めする音が聞こえた。ただごとではないことを感じてはいたが、何か言い知れぬ恐怖感を感じたため、布団を頭からかぶり、再び眠りについた。翌朝、恐る恐る外に出てみると、隣の部屋のドアは閉まっており、一見いつもと変わらないように見えた。しかしその後、警察だか検察だかの人や、泣きじゃくる隣の男子高校生の両親の姿を見て、昨夜、隣の部屋で何が起こったかということは、容易に想像できた。その後、俺は最後の抗がん剤投与を受けた。この抗がん剤投与が終了すれば退院できるという希望を胸に、苦しい吐き気や下痢と戦っていた。夜中、激しい下痢に襲われ、トイレに向かった。時刻は夜中の2時前頃だろうか。3つある個室のうち、真ん中のドアが閉まっていた。こんな夜中に、と、一瞬不審に思ったが、この病棟は抗がん剤治療患者が何人もいるので、俺と同じように下痢になったんだろうと思い、そのまま手前の個室に入った。ほどなくして、隣の個室からゲーゲー吐く音が聞こえてきた。やはり、抗がん剤治療患者だなと思った。次の瞬間、グゲー。という音が聞こえたかと思うと、個室の壁をガンガン叩き出した。突然の出来事に驚いた俺は、大丈夫ですか？今看護師さん呼びます。と叫んだ。すると、個室を遮る壁の上部から青白い顔が、にゅ、と出てきて、こちらを睨んだ。死人のように青白いその顔は、紛れもなく、以前隣に入院していた男子高校生だった。そして、こう叫んだ。お前も死ねばいいのにな。その1週間後、俺は無事退院し、1年遅れで大学に入学して、幸い再発もなく健康に過ごせている。だけど、あの声が、最後のあの声が今も耳から離れないんだ。あいつが、いつも俺のそばにいるんだよ。大学で知り合った友人宅で酒を飲んでいる時に、友人から急にこんな話をされて驚いた。腕時計を見ると、もう夜の10時25分過ぎを指していた。なぜか、急にこの部屋から逃げ出したくなった。あまりひどいようなら精神科に行ってみた方がいい。そう言い残し、俺は友人宅を後にした。次の日、友人が自宅で自殺したことを知った。帰宅途中のサラリーマンが、ベランダで首を吊っている友人を発見したそうだ。地元の新聞によると、通報時刻は夜の10時30分頃だということだ。第14話、焦げ臭い。俺は高校時代、一時期友人が焦げ臭く感じていたことがあった。その友人を A とする。ある日、投稿してきた A がなんだか焦げ臭かった。食べ物というか、木製の何かが燃えたような匂いだった。俺は A に、何か焦げ臭いけど、何かあったのか、と聞いてみた。A は、いつも通りだけど、と困惑気味だ。
そうこうするうちに他の友人たちも集まってきた。俺は他の友人に同意を求めて聞いてみたが、みんなそんな匂いはしないという。その場は俺の気のせいということにして、腑に落ちないながらいつも通り授業に入った。その後、昼休み、放課後と、何度か A と一緒になったが、相変わらずあの焦げ臭さは消えなかった。それから二日ばかりが過ぎた。A の匂いは消えず、むしろ強くなっているような気さえした。ただ他の友人は相変わらず何も感じないようで、俺もそれがわかっていたので口には出さなかった。その日、A と別れた後、家に帰り飯を食い、宿題をして布団に入った。深夜親に叩き起こされた。起こされ不満顔の俺に、親が静かに告げた。A の家が火事で、家族全員病院に運ばれたようだと。連絡網から A に電話が来たようだ。翌日は登校するなりその話だった。先生からは、A のご両親は軽症で、A 本人は今も意識が戻らない状態だと告げられた。俺は、あの焦げ臭さのことが引っかかっていた。よほど青い顔をしていたのか、俺の焦げ臭い、という言葉を覚えていたらしい友人たちからは、別にお前のせいじゃないんだから、と、元気づけられた。A はその後、一時期持ち直したが、やけどによる感染症の併発で死んでしまった。俺は一度も A と話すことはなかった。あの焦げ臭さは何だったのか。今になって、ふと昔を思い返すと、俺がもっとうまくしていれば A を助けられたのかなと考えてしまう。第15話、帰省。俺が社会人3年目の冬に、東北の母方の田舎に帰省した時の話だ。父と母は年の割に足腰が強くて、田舎で元気に畑仕事をしている。祖母も以前足を骨折してから杖が手放せなくなったが、一応は元気でいる。一応電話で両親と話すことはあったが、仕事の都合でなかなか帰れないでいたのだ。有給を使い3日ほど向こうで過ごすつもりだった。上司は渋い顔をしたが、今まで仕事を優先してきたのだ。これぐらいのことは許してほしかった。新幹線では職場の奴らに対する罪悪感でいまいち気持ちが乗らなかったが、都会を出ると、自然と顔から緊張が抜け、懐かしいような浮ついたような、心地よい気分になった。見慣れたふるさとの駅を出て、家へ向かう。子供の頃よく買い物をした商店街はすぐ目の前の大型ショッピングモールのせいで、すっかり錆びれてしまっていた。ザクザクと歩き出す。真っ白な雪が歩道だけでなくあらゆる建物を真っ白にしていた。息をすると冷たい空気が肺に取り込まれる。それだけで帰ってきた実感が湧いた。実家に着き、両親に挨拶をした。祖母も元気そうだ。何年ぶりかの自分の部屋。懐かしい匂いがした。適当に荷物を投げると、今に生き両親と、会社のこと、友人のことなど、いろいろ話をした。地元の同級生には、俺の知らない間に結婚した奴が何人かいて驚いた。なんだか自分の結婚を迫られているようで、さっさと話を切り上げ、少し外を歩くことにした。実家の周りは田んぼや畑、あとは数十メートル間隔に家があるだけ。面白いものなど何もない。
それでも懐かしい道を、昔を思い出しながら歩いた。30分ほど歩いて家に戻った。その時、なんとなくポストを確認した。中にはハガキが一通入っていた。郵便番号や送り主のところには何も書いていない。裏返すと一言、お帰り。鉛筆で書いたような字で大きく書かれていた。それ以外には宛先にも何も書かれていない。どうやらポストに直接入れたようだ。お帰り、とはなんだろう。俺が帰ってきたことを知って入れたのだろうか。ただ、目的がわからなかった。近くにはこんないたずらをするような人物はいない。そもそも、こちらに戻ってから家族以外と会っていない。自分宛てではないのか、念のため家に戻ってから両親に聞いてみたが、二人とも首をひねるだけだった。もちろん祖母もだ。とすると、やはり自分宛てなのか。しばらくハガキを見つめたが、それ以上どうしようもなく、ゴミ箱に捨てた。その後はテレビを見ながら家族で食事をした。自分の部屋に戻った後は、メールで地元の友人に連絡を取った。積もる話もあるだろうと、明日みんなで集まることになった。ベッドに寝転がると、自室のテレビをつけた。バラエティ番組を見ながら、あのハガキのことを思い出す。近所の子供が郵便ごっこでもしたんだろうか。少し気味悪かったが、現実はそんなところだろう。こんなことをいつまでも気にする自分が滑稽で、少し吹き出した。明日集まるであろう友人たちの顔を思い浮かべ眠りについた。翌日は午前中は部屋の掃除をして、夕方から友人たちとの食事会へ出かけた。18時頃に家を出たが、ふとポストを覗いてみた。なんとなく嫌な予感がしたからだ。ガサッと手に触れる紙の感触。あのハガキだった。お帰り。外の寒さとは関係なしに、ぶるっと体が震えた。昨日のハガキは間違いではなかったのだ。明らかに何者かが投稿している。しかし意味はわからない。昨日と同じく、お帰り、とだけ。ふとどこからか強い視線を感じた気がした。俺はハガキをくしゃくしゃに丸め強引にポケットにねじ込んだ。これからの友人たちとの楽しい時間に水を差された気分になって腹が立ったからだ。いっそこのことを魚に、飲んでバカ騒ぎしよう。そうすれば気分も晴れるだろう。気持ちを切り替え俺は先を急いだ。友人たちとの食事は本当に楽しかった。久しぶりに学生に戻ったようだった。聞くところによると、みんなそれぞれ苦労があるようだ。結婚して嫁の家族との関係性に参っているやつ。女に貢いで貯金を使ってしまったやつ。そんな自分にはない悩みを聞くのも新鮮だった。ふと俺はあのハガキを思い出した。ちょうど話も一区切りがついたところだ。右手で上着のポケットをいじる。ない。左のポケットは、ない。どこかに落としたのだろうか。参った。実物がないのでは話もいまいち盛り上がらないだろう。俺はライターを探していたことにしてその場は別の話題を振った。結局その日はそのまま友人の家に泊まり、久しぶりに楽しく過ごすことができた。翌日、家に戻るとき、やはりあのハガキのことが頭から離れなかった。今日も来ているのだろうか、些細なことだが両親のこともある、
相手にされないだろうが一度警察へ行くべきだろうか。そんなことを考えつつポストを開けた。中は空だった。正確には近所の電気屋のダイレクトメールが一通だけ入っていた。なんだか気が抜けてしまった。やはりただのいたずらだったのか。ひとまず安堵し、うちへ入った。もちろん、また来ないとも限らないのだが。部屋に戻り母と食事をし、もう一眠りした。夕方もう一度ポストを覗いたがからだった。どうやら心配は杞憂に終わりそうだ。翌日は昼頃に実家を出た。祖母の顔をあと何回見ることができるのかなどと考えながら、雪を踏みしめて歩いた。自分の家に着く頃には、もう頭の中は明日の仕事のことでいっぱいだった。自室の鍵を開け、数日ぶりに帰ってきた部屋を見渡す。当然だが何も変わっていない。郵便物を見ようと内側の郵便ボックスを開けた。ドザザッと雪崩のように、白い紙の束が床に広がった。おかえり、おかえり、おかえり。あのハガキ。30-40枚はあろうか、全部あのハガキだった。ひっと、喉から声が出た。ハガキはその場で全部ゴミ袋に入れた。散々迷ったが、警察には行かなかった。実害がなければ警察も動けないのはわかっていた。実家にはあのハガキは届いていないという。言うまでもなく俺宛てなのだろう。幸いなことに、あれ以来ハガキは届いていない。自分の中では不審者の仕業ということで納得している。なぜならそれ以外の可能性を考えたくはないから。今でもハガキを見ると動悸が止まらなくなる。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。